おはようございます。藤岡月です。私はわさびがすごく大好きなんですけど、冷蔵庫に常にこうわさびを常備してあります。こちらが大王わさび農場限定の生わさび、おろし生わさびなんですけれども、これとね、なんか似たものを買ってきて置いてたんですけど、たまにミスって使いそうになりながらもまだ未だかつてミスったことがなかった商品がこちらなんです。ご紹介します。じゃん、わさびすっきり歯磨き粉です。はい、正式名称わさびすっきり歯磨き粉で、なんかわさびフラボンとわさびスルフィニル配合らしくて、何なんだろうね。なんかとりあえずいろいろ配合されているらしく、さらにわさびの葉のエキス、わさび根エキスも配合されていて、いろんなものが配合されている、とても良い歯磨き粉らしいです。歯を白くする、口内を浄化する、歯のやにを取る、口臭を防ぐというものすごい歯磨き粉なんですけれども、実際にね、どんな味がするのか今日はちょっと今から歯磨きをしてみたいと思います。じゃあ匂いはですね、匂いは結構普通の歯磨き粉でしかないです。ちなみにわさびはわさびもうわさびなんですけど、全然むしろどちらかといえば歯磨き粉の匂いがします。じゃあね、早速歯磨きしてみましょうかね。でーん、うわー、でもこれ結構色は見るからにわさびにほど近いというか、結構わさびにほど近い色をしてます。でも全くわさび感なく。じゃあいただきます。では始めます。わさび感がないぞ。わさび感今んとこなし。むしろなんかすっきり爽やかで美味しい。美味しい。ミント全開イエーイって感じではなく、すごくいい。なんか何わかんないけどいい。すごいしっくりきます。なんていうのかな。うん、美味しい。本当にツーンとこないし、色で食べると緑、上の葉、下の葉、前葉、奥葉、はい、歯磨きました。めっちゃすごい、これすごくいいです。これいい、御用達にする。これいい。全然わさびって感じなんですけど、でも全然わさび感なく、なんか最近結構いろんな歯磨き粉があるんですよね。なんか柿の歯磨き粉とかなんとかとか蜂蜜とかも何でもあるから、何でもまあ磨けばなんとかなるんじゃないですかね。結論もうなんかね、その要するにブラッシングすることに意味があるので、そしたら意味ないか。はい、ということで、まあ磨くという行為に意味があるのでという感じですかね。はい、いやこれ宇治尾和樹的にはもう100万点の歯磨き粉です。出会ってしまったかもしれない。いいと思います。なんか本当にスルッとしてさらっとして、キーンって感じがなく、本当にしっくり歯磨けてるっていう感じがして、とても良かったです。はい、まあそんな感じで平凡なレビューでした。はい、よろしければチャンネル登録お願いします。評価やいいねもよろしくお願いします。それでは毎日動画更新してますので、よろしければ今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。宇治尾和樹でした。また明日。